はい、お疲れ様でした。11月の19日の桧原湖ガイド終了しました。まあ今日は何と言っても表層ですね。表層。はい。ね、もう毎日毎日暖かくて、まあ一度はね、最高水温が10度いかなくなったんですけど、今日また行くようになってきて、で、もうこれもう毎日毎日暖かいし、もう今朝も比較的そこまでマイナスにはなんなかったから、暖かいし出んじゃないかなって思ったら、もう結構普通に出ちゃって。まあ朝は回った場所で2箇所。まあで、もう連続バイトもあったし、まあビローラ、まあ水面直下のビローラ、ミドスト、あ、ホバストです。ホバストとあと上段。で、朝は、回ったうちの2箇所。で、夕方は、回ったエリア、全部で、バイト出ました。はい。まあ、なかなかやっぱりそんな簡単にかかんないんですけど、想像の遥か上を行くバイト数で、面白かったですね。はい。朝夕は、そうやって表層やりました。で、まあ、日中はまあ、普通にね、最近、いつものごとくって感じで、アイスジムと、ダウンショット、っていう感じですね。うん。まあ、で、まあ、なおかつ、ね、アイスジグとかも越冬の水深もどんどんやっぱり浅くなってきて、ね、ちょっと前は13メーターとかその辺だったんですけど、今日はまあ8、9、10、11、12。で、やっぱりまあ8、9、やっぱり10前後が特にバイトが出ましたね。うん、やっぱり、まあ毎日毎日暖かくて、それで魚も結構浅いところで釣れちゃってます。はい。まあ明日以降もちょっと暖かい日がまだ、まあ、2日、3日続くので、ちょっとこのね、水面付近の釣りはやっていきたいなと思いますね。で、結構やっぱり、そうなんだろう、特定の場所で出るとかじゃなくて、もう結構いろんな場所で出るから、ね、結構水面の波動系、ね、クローラーとかその辺もちょっと可能性あるかなと思って、かなり面白いというか、想像膨らむ本日でした。はい。ということで、11月19日の桧原湖ガイドでした。